義兄弟たちは辛くも曹操の包囲網を脱することができた。またも寄ってた土を失った劉備は紀州の袁紹を頼る。ここで劉備は古老館で出会った趙雲と再会、彼を仲間とした。その後劉備らは袁紹のもとを去ると、慶州を治める劉表を頼る。劉表は彼らを厚く遇すると、兵馬を与え深夜に駐屯させた。劉備らはひとときの安寧を得て、この地で七年の時を過ごす。しかしその後、袁紹を下し河北の平定を終えた曹操が南下を開始。劉備はまたも曹操の軍の脅威にさらされることとなった。知略に秀でた曹操の軍に対するには、こちらにも知者が必要。そう考える劉備のもとを徐庶と名乗る男が訪れる。劉備、関羽、そして徐庶が曹操軍の奇形に挑む。現直だ。とりあえず行こう。この先に待つのは宗人の八門金差の陣。ただ進めば殺されに行くようなものでしょう。そなたは？なあ、俺は徐現直、ただの通りすがりですよ。なんだ、怪しい野郎だぜ。怪しいか、確かに。でもあなたに足りないものは教えられますよ、劉備殿。お主、この状況で兄者と知って近づくか。徐現直と言ったか。私に足りぬものとは？知略。つまりは策を操り、戦の大局を描く軍師。ふん、お主、己が知略を売り込みに来たものか。ああ、いや、そういうわけでは。そういえば、小耳に挟んだことがある。この地には牙領と称される賢人がおられる。そなたがその牙領か？いや、そうでもなくて。もったいつけないでくれ。今の私にはそなたの言う通り軍師が必要なのだ。牙領に会いたいんですか？ああ、ぜひとも。ではここは俺に従ってください。この陣を破り、あなたを牙領のもとへお連れしましょう。軍師か何か知らねえが、調子に乗るなよ。俺はおめえになんざ頼るつもりはねえ。戦なんざ難しいこっちゃねえ。目の前の敵をぶっ飛ばしゃそれでいいんだ。軍師がいれば曹操に翻弄されずに済む。ぜひとも牙領にお会いしなければ。拙者も多少の軍学は知っている。しかし我が本分はやはり武にある。確かに今の兄者には軍師が必要でござろうな。拙者の武、父上にはまだ遠く及びません。ですが拙者も全力を尽くし戦います。
八門金沙は堅固にして変幻の陣という。だがあなたはその陣を知っているのだな。なあ、あの陣については俺に任せてほしい。ならばいざ劉備殿の道、我らの武と地で切り開かん。我領のいる山は戦をしている限り開かない。まずは敵の八門金沙の陣を破ります。橋を渡り向こう岸へ行きます。まずは橋の手前の拠点を取りましょう。劉備殿と俺は西へ、関東は東をお願いします。金さんの陣は変幻自在の陣、大将を間違えればそこにあるのは死です。まずは正門と呼ばれる門から入りましょう。南東の門ですか。あの陣を破るにはこの8つのものが鍵です。あの移動は俺たちを誘うよ。このまま近寄って敵の方を強める。北へ行くには迂回する必要があります。南から西へと進んでいきましょう。
せ願います。いざ吹っ切れた。李万世、またの名を勘が冴える男ってか。呪文僅差の陣は破りました。創造軍がいなくなり山門も開く。天下を治めるにふさわしいけど、あの人を支えるのは俺じゃダメだ。ガリオ、諸葛亮の力でなくて。深夜にいる曹操軍は退けられたようです。さあ、ガリオに会いに行きましょうか。止まりなさい、死んだ者よ。この先へ進ませるわけには参りません。やらなきゃダメなんだ。ギラクの攻撃を思い知らされた。吹っ切れた。この先に、ガリオ、諸葛孔明。そなたがガリオ、諸葛亮殿か。私は。ええ、存じ上げております、劉備殿。そなたに会うために、私はこの地へ導かれたのだろう。ぜひ軍師として我が大願成就の力添えをしてくだされ。わかりました。では劉備殿、これよりあなたには陣の人としてこの乱世を進んでいただきます。陣？そう、陣こそがあなたの志の形。殿下にあなたの輝きを示す光です。これでいいのですか、現直。なあ、今の劉備殿に必要なのは俺じゃない。劉備殿に陣という道を示し、一方戦では軌道を操る。それができるのは君だけだ。君が羨ましいよ、孔明。けど俺は君にはなれない。どこへ？どこへか。俺は俺の在りかを探すよ。
劉備殿を頼む。